願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ試合開始です。ここでセルヒオラモス、上がった、カカ、これは止められます。この動きがアルシャミンです。セルヒオラモス、クリスチアーノ・ロナウド、ちょっと意図が見えないプレーになりました。スローインです。ルーズボールになった。イグアイン、この選手がベンゼマです。いい形を作りつつあります。ボールへの寄せが非常に速い。アルシャビン抜いた、キーパー飛び出す、飛びつきます。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。さあイグアインです。アンドレイ・アルシャビン、これはファンペルシー、あっとこぼれた。カカです。勝負どころと見たか、前に飛び出します。アルシャビン、絶妙、ファンペルシー、ボールを抑え込みます。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。いいクロスを入れたい。しっかり、大チャンスだ。ここでシャビアロンソ、タカが絡んでいきます。いい位置で奪った。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、雰囲気があります。アルシャビン、イグアイン、デニューソン、ファブレガスです。パスは完全に読んでいた。アロンソ、カカがそこにいます。ボールにはウォルコット、相手陣内に押し込んでのスローインになります。セスク・ファブレガス、デニューソン、いました、クリシーです。これはスローインになります。さあ岡田さん、アーセナルですが今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。はい、こういう自分たちとほぼ同レベルの相手に対してどのような試合をするかは重要な問題ですからね。大事な試合ですよ。テオ・ウォルコット、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。これはラウル・アルビオル。アーセナルといえばよく多国籍軍団として注目を浴びることがありますね。まあありますけどね、アーセナルのためにプレーしてくれる選手であればサポーターからしてみれば国籍なんて関係ないですよ。このパスはカットされます。ロビン・ファンペルシー、よく聞いています。シャビアロンソ、カカ、フリーキックになります。ガライ、ギリギリのクリア、ゴールキックへと変わります。エゼキエル・ガライ、カカです。いいボールを送りたい、やはりうまい、体を入れ替えてボールを奪った。レアル・マドリー、深
高い位置でスローインを取りました。中には入りません。クロスをブロック。このボールはスローイン。ガラス、サニャ、ベンゼマ、イグアイン、アルシャビン、攻撃に厚みを出してきます。この動きがアルシャビンです。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。激しく当たりに行きます。これはチャンス。ボールがこぼれました。鋭い読みでカット。ボールをダッシュ。寄せが早い。クリシー、アルシャビン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。デニューソン、スペースを狙ってきた。若干横にそれました。ディアビ、ファンペルシーが行きます。クリスチアーノ・ロナウド見せます。すごいテクニック。ルーズボールになった。クリシー、あっとこぼれた。ここにはラスタナ・ディアンダ、クリスチアーノ・ロナウド、カカー、キャッチはできません。ボールがこぼれています。これをチャンスにしたいレアル・マドリー。スローインです。いい形ができつつある。ここで網にかかる。ここで大きく前に出します。このパスはダメでした。通りません。柔らかいテクニック。ゴールが見えてきた。シュートだ。焦りがありましたか。イグアインのシュートはネットを揺らすには至りません。ラウル・アルビオル、ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。ホイッスルが鳴りました。試合は同点で前半が終了です。現在ハーフタイムです。岡田さん。